おはようございます。速解塾の暗号通貨ニュースです。今日も。最新のね、暗号通貨ニュースをお届けします。本日は z ェットキャストですね。仮想通貨ランキング十。 月1日の Z キャッシュがイインサイダー枠ではないいかということからお届けしていきます、まあ、この暗号通貨まとめランキングなんですけども今週の暗号通貨市場というのは一部を除きようやくまあ値が戻りつつあるということですよね、全体にボリュームが上がっている中でもリップルが、ね、久々に順位を上げているのを皆さんご存知だと思います、しかし今回は次回に何やら影響があるかもしれない、そんな報道を中心にご紹介していこうかと思いますね。えー、取り上げ 上げたのは3つそのうちの1つは IMF の責任者が仮想通貨は無視できないと発言したことですよねなぜなら否定的な発言後も仮想通貨には影響がなくその、ね、事例に中国そして対比として日本も上がっているからなんですよねえまたあ韓国の取引所に上場したアルトコイン Z キャッシュがものすごく高騰したのは皆さんもご存知だと思います しかしこれがまさかのですねインサイダー疑惑ということで、えー、クローズアップされてるわけなんですよねまあ、Z キャッシュを、ね、ご存じない方もちょっとこれを機会にちょっと注目してみてはいかがかなと思います Z キャッシュ韓国の暗号通貨でございますその他ですねエイダコインが今日ついにオープンされますよねでエイダコインっていうのはあのー どうもね、ノアコインというのと一緒くたにされがちなんですけども、まあ、別々のコインですんですねえノアコインでどうかなと思った人もエーダコインには期待をかけていいんではないかなと思いますおはようございますグッモーニングでえ暗号通貨のことは、ね、以上でございますこういうふうな、ね、軽いニュースをお届けしながらまた来週のあ明日か明日の暗号通貨ニュースはちょっと,とっておきのネタを来きますのでえお楽しみにされてくださいそれでは今回は以上です引き続きですね 速歌塾ニュースの方をお願いしますすぐに放送します